はいどうも、原口と申します。よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、2月の17日水曜日ということで、ナイキダンク SB ローピンクピックとパリサンジェルマン PSG のジョーダン1のズームがね、発売される日でございます。今日はですね、ピンクピックがナイキアプリの方で、PSG の方が、スニッカーズで出るということで、忙しくなりそうな予感がプンプンしております。まあ、本命としては、ダンクの方なんですけれども、PSG の方ね、あの紫っぽい感じがちょっと美食な感じでね、こう、ズームのね、あの感じちょっと履いたことないんでね、ちょっと一回履いてみたいなっていう興味がありまして、PSG もね、狙っていきたいなということで、こちらのね、今日も PSG のね、キャップを被って気合が入っております。ピンクピッグっていうね、豚と、ピンクの豚というね、ピッグって言われちゃうと、グラインドコアのね、バンドの、ビッグデストロイヤーっていうね、バンドがいるんですけど、こちらのね、バンドの、サウンドがね、頭にポンと出てきちゃうような、感じでございますね。ピッグって聞いちゃうと。先月のね、頭に変えた、このね、ピンクボックスのね、ダンクも、これもね、また美食なんですけど、これよりもやっぱね、ちょっと豚っぽいというかね、ちょっと豚感が増した今回のダンクということでね、そして本日も、原価継ぎアイテムご用意しております。本日の原価違い手はこちらでございます。はい、ということでね、こちら、水餃子でございます。なぜ本日はね、水餃子なのかと申しますとですね、具材がですね、豚肉と、こちらね、豚肉ということで、ピンクピッグがね、ここなんか入ってると。PSG もね、今回狙うということで、PSG、PSG でピッグ水餃子と。いうことでございます。なんでこちらね、また肉の花笠さんに行って購入いたしました。こちらね、こんなに入ってなんとね、500円。安いですね。50粒で500円ですからね。じゃあそれではね、こちら水餃子を作って食べていきましょう。はい、出来上がりました。これじゃね、水餃子をいただいて活力をみなぎらせていきましょう。それでは、いただきます。ああ、うまい。プルプル、そば、プルプル、これだよ、これ。今日は水餃子でスニーカーズをジャストドゥイット。なんだか体が熱くなってきたぞ。まるで俺の体は製鉄所、人間発電所だ。はい、ごちそうさまでした。うまいですね、やっぱ水餃子。間違いないですね、やっぱ水餃子ってのはね、いつ食べても美味しい。なんか今日も満足しちゃまずいんですけど、それではね、本日も今度に電話して一緒に狙っていきましょう。ですね、ちょっと今度に電話したんですけど、応答がないと。折り返しもなくてですね、いつもだったらね、すぐ出るんですけど、まあなんで、まあちょっとね、時間はあるんで、今度からの折り返しをちょっと待ってみましょう。はい、こちら原口でございますけども、未だね、今度から電話しません。もうスニーカーズ5分前なんですけど、出ないんで、ちょっとね、私短期特攻で挑む可能性が大となってきました。はい、それではね、今度が、出ないので、別のカメラをセッティングしてですね、いつ来てもようにパソコンはね、外側にあるんですけど、パソコンを控えておりますので、まあ、今度からね、いつ電話来てもいいような状態ではございますんで、まあちょっと私一人でね、スニーカーズと、ナイキアプリを、挑戦したいということでございます。それでは行きましょう。はい、皆さん。5、4、3、2、はい、来たー。まずは、ナイキのアプリの方から行きましょうか。ね。はい、行きましょう。はーい。ナイキアプリ完了。ということで、スニーカーズ行きましょう。はい、スニーカーズもエントリー完了でございます。じゃあ、ちょっと待ちましょう。いやー、結構ね、ナイキアプリとか結構すぐバーンって来る可能性があるんで、まあまあ3分ぐらいとかね、4分ぐらい来る可能性があるんで、まあ、今回の PSG のスニーカーズも、まあ先着抽選だと思うんで、結果出るのはね、早いと思うんですけども、ちょっとね、やっぱナイキアプリのおめでとうをね、ちょっと、1回も見たことないんで、
こちらの方を見るためにちょっとね、ナイキアプリの方で画面ちょっと設定させていただきます。はい、あ、意外とでももう6分ぐらい経ったんですけど来ないですね。じゃあちょっとスニーカーズの方見てみましょうか。ちょっとね、あ開いた瞬間に出ましたね今ね、もう今開いた瞬間にもうダメですけど、ちょっとまあサイズも選べる感じですけど、いやーダメだ、なんかエラーみたいに出てたな、ダメだなこれ。 PSG は惨敗ですねこれまあでもまだピンクピークのかね、まあ、結果来てないんでちょっと待ちたいと思います。10分経っておかないですね。10分、こんな今日ね、15分以上経過してるんですけど、怖いですね、15分。めちゃくちゃ長いよこれ。ちょっと一回ナイキアプリ落としてやってみましょうか。ちょっとね、落としてみたら、もう完売表記になってました。だったら早く行ってよ。もうトイレ行きたかったのに、もうちょっとお願いしますよ。結果的にはね、2つともダメということでございますね。もうただ単にね、朝から水餃子を食べるおじさんというね、動画になってしまったことをお詫び申し上げます。まあ、そしてね、今度まあまあ全然折り返しないんで、今ね夢の中だと思うんですけども、はい。まあね、こういった日もありますよね。今日もね、本当だったらアトモスさんとかね、ロレコあって並べるんですけど、ロレコはね、PSG のスニーカー、あの中で一個も持ってないんで、まあ、なすすべなしということだったんですけれども、明日もね、STC がありますんで、まあ、今度が欲しいって言ったんで、まあ、今度のために狙うような形になると思うんですけども、はい。ちょっとね、新さんなめこって感じでございます。はい。寝坊すけこんのが裏じゃねえや、パソコンにおります。どうもなんだそれ。あ、要は撮ってんのね。寝ぼけまなこの顔を見せたいんで、ビデオ通話で電話するからちょっと待ってて。ちょっと3時過ぎるんだこっち。でビデオ通話、ね、寝坊すけこんのの集体を晒すと。もしもーし、もしもし、こんのーい、画面録画どういったんだっけこれ。シフトコマンド5。いや、いいよ。はいはい。おでもめちゃめちゃ寝起きじゃん。もうこたつで寝てるのバレバレじゃん、もう。いや、こたつで寝るよ。お、どこ行くん、どこ行くん、どこ行くん。え、あ、変わらってきちゃダメよ。いや、もう、じゃあ、もう、じゃあ、エンディングって撮っちゃいましょうか。ダメよ、ボッサボサだった。いや、もう、今、ちなみに今日はね、二つとも、完売というか、買えませんでした。まさか寝坊するとは思った。じゃあ俺が、そんなに興味ないかも。確かに今日なんかファンデ塗ってないからちょっと顔色悪いなと。塗ってねえわ普段からまあ今日ちなみに原価付けアイテムわかる？今日知らない。あ、わかんない。今日ですね、豚ポークカレー、ポークカレー。ああ、まあでもいい筋。まあ正解言っちゃうとね、ビッグ水餃子ね。うん。ビッグ水餃子。PSG。ビッグ水餃子。どう？いや、そんな朝からそんな全力で言われても嬉しくない。なんも響かないの。あ、なんも響かない。わぁみたいな音になんか慣れないよ。あ、そう。あ、すごいすごい。逆光がすごい。逆光がすごい。すごい。なんかすごい。なんか、ゴッドの演出みたいになってる。やばいやばいやばい。ゴッドのダーンって、テレテーの時の光みたいになってるわ。下手したらめくそついてんじゃない？だいやいや、そこら辺はちょっとモザイクかけとこう。うん。明日はどうしよう、ステューシーの話は。当たんなかったな、これ。ねえ。欲しそうな感じだったじゃん。いや、今まで割となんかどっちか当たったりしてたんだけど、どっちもないっていうね。ねえ。どうしよう、じゃあ、一応、河野さん欲しかったからやりますか、じゃあ。そうね。エスケープカラーの方が欲しいけど。茶色ね。あ、それはさ。エスケープカラーの方が、まあまあ別に。あ、ほんと。まあ明日出ますよ。じゃあ明日、じゃあ今度のために狙いましょうかね。何日連続オンラインチャレンジやってんだよ。だいぶ。授業ねえだろ。まあまあまあ頑張りましょう。ね、できることからね、着々と一歩ずつ。さあ、千里の道も一歩から、押す番長ということで、皆さん、
バイバイチューボヨヨンってことだね。俺の代わりにだいぶ元気なんだけど。そうね、ちょっと水餃子食ったからちょっとね、胃が活発な、胃が活性化されてるの。まだ9時過ぎで。変だよ、そんな、まだね、9時20分ぐらいですかね。まあまあ。鼻かむわ。あ、じゃあ。鼻かむわ。鼻かんでみてじゃん。満勤で鼻かんでみてじゃん。ダメ。ダメ。リアルだな。うわ、リアル、リアル。神々しい鼻の髪型だな。